純正やさ男スイート&ビター。どうも皆様こんにちは、カズヤと申します。では本日はこちらのゲームを久々にやっていきたいと思います。実はね、視聴者さんにね、こちらのゲームの続きが見たいということ要望を結構たくさんの方にいただきまして、確かに俺もね、このゲームすごく気になってはいたんだけど、なんかいい区切りができてしまったなと思って動画を更新しなかったんですよ。だけど要望があるってことはね、やっぱ求められてるってことだからやりましょう。実は個人的にやろう、ちょっとだけやっちゃったんだよね。個人的にもう実況撮んないかなと思って、個人的にちょっとだけやってしまったんですけれども、その攻略キャラとは別のキャラでやっていきたいと思います。前回はこちらの早乙女乙女子ちゃん、まあ俺がつけたんだけど名前は、こちらのビターの方を全て、攻略させていただいたんですけれども、今回からこちらのスイート、こちらをやっていきたいと思います。なんか前回の女の子とは、なんか乙女子ちゃんとは打って変わって王道ヒロインっていう感じの女の子になりましたね。ということで、名前か、どうしようかな。はい、ということで今回の主人公はヒロインひろこでございます。安直か、俺安直か。ということでやっていきましょう。この設定で始めます。ヒロインひろこでございます。まあ完璧王道ヒロイン感じだったからね。うん。優しい男の子が好き。穏やかな笑顔、上品で美しい仕草、思いやりのある親切な心。そばにいるだけで安心できるような温かい人。さん、ヒロインさん、具合はどう？誰ですか？あれ？急になんか、え、こんな人いたっけ？ああ、やっと気づいたんだね。うん、ここは僕の部屋だよ。どういう状況ですか？いきなりですね。どういう状況？もしかして覚えてない？今日は一緒に過ごす予定だったんだけど、今朝君が急に倒れて。どういう状況ですか、それ。そうだよ。本当に焦ったんだから。寝不足から来る貧血だったみたいだけど、もう顔色はいいのかな？うん。いいよ。もうバッチグーだよ。バッチグーの元気元気女子です。はい。うん、知ってるよ。まあ、この態度見たら知ってるだろうね。うん。ここ最近はほとんど寝ずに料理の練習をしていたんだよね。なんで？料理の練習？今日、僕の誕生日にご馳走してくれるために。あ、ちょっと、自意識過剰だと思いますよ。別にあんたのために料理頑張って練習してたわけじゃないんだからね。勘違いしないでよね。その気持ちはすごく嬉しかったけど、こんな無理をするまで頑張らなくてもよかったのに。それでなくても、毎日僕は気が気じゃなかったよ。君があまりにも危なっかしくてさ。え、なに？待って！え、どうしよう？え、やさおじゃないの？もうやさおじゃないの？あー、気づいた？その手足の鎖、君のために用意したんだよ。どうして？それは君を危険なものから守るためだよ。お前とかな？お前とかな？これまでずっと我慢していたけど、君はあまりにもお人よしで無防備すぎるよ。最近君が熱心に料理を教わっていたあの男、君に気があるって知ってた？ほら、全然気づいてなかったよね。君が僕のことを誰よりも思ってくれるのはよく理解してるし信用してるよ。いや、自意識過剰なんだけど。でもそれだけじゃ不安なんだ。こうして常に僕のそばにいてくれないと、監禁系男子か、ヤンデレじゃねえか。そんな悲しそうな顔しないで。君が大切なだけなんだよ。僕の気持ち、君なら分かってくれ、わからない。わかるわけねえだろ。大丈夫。君は何も心配しなくていい。僕のそばでいつもの君らしくいてくれればいいよ。だから安心して。僕だけを見て。僕だけを感じて、永遠に。ありがとう。これから毎日君の手料理が食べられるなんて、嬉しいな。おい、日本の警察なめんなよ。一ヶ月も経たないうちにな、国家の犬が、お前を見つけ出してくれるさ。国家の犬って言い方どうかと思うけどね。愛してるよ、ひろこさん。うん、僕は全然愛してないな。なんなら以前まで愛してたけど、もう愛してないかもしれないね。
学校？あ、来てないみたいな話になるのかな。あれ、ひろこさんは？みたいな。それがひろこさん行方不明なんだみたいな先生から言われて、みたいな感じじゃない。で、男の子を選んだ男の子が助けに来てくれる的な。え？あれ？どういうこと？やばいな、しゅうや。ひどい裏切りだわ。へえ、なんでだよ。この声でやってくのかな。ひろかちゃんの声が想像できない。どうしよう。周囲の根回しもバッチリで広いもん洗脳済み。誰も不幸にすることなく全員幸せに檻に、沈める。なかなかのクオリティのヤンデレだったじゃん。あれか、乙女ゲームの話してんの。そういうことですか。うん。それでも私はいつも優しかった修也くんが好きだったのに。そうだね、優しい男の子が好きって言ってたもんね。はあ、ここ最近好きになった男の子はみんなそうだわ。最初はとっても優しいのに突然変わってしまう。確かに物語の展開としては刺激的で面白いし、今後どうなるんだろうってドキドキするのは違いないんだけど、止まない、落ちない、表現しない、純正の優しい男の子は私は求めているの。コミヌみたいな。まあ好みは人それぞれだけどさ、現実二次元じゃただのヤサオってあんまり人気出ないしな。そうなんだよな、やっぱり俺ヤサオすぎてさ、ちょっと女の子がちょっと見向きしてくれないっていうか、まあ優しすぎるがゆえに、うん、まあ優しすぎるから、まあ優しすぎて。なぜなの？そりゃ考えてもみろよ。俺様男だってクール男だってたまに見せる優しさがあるからヒロインは惚れるんだろ。優しさはイケメンの標準装備だ。いやさ、それどうかと思うんだよね俺。ほらヤンキーがさ、たまーに掃除してるとめっちゃ褒められて、いつも僕は頑張って掃除してるのに、なんで先生は僕のこと褒めてくれないのっていう状況と同じだよね。全く同じだと思うんだよね。つまり優しさ以外にこれといった個性がない男は何もないのと同じ。どんなトラウマを抱えた男も献身的に救う心の優しい魅力的なヒロインが普通の女の子と評されるのと同じことよ。まあ確かにな、優しさって絶対にないと始まらないよね。まあオラオラ系でね、あのもうクズ男もモテる時代ではあるけど。そんな、その揺るぎなし優しさこそが最大の魅力だというのに。でもそういうことなんだわ。そう、ヤサオはヒロイン属性。稀に同じタイプのヒロインと絡んでもそれといった、衝突がなく平和一直線なんだわ。だからほのぼのの域を越えられず、何かあるとすればお互い気を使いすぎて気持ちが、擦れ合う程度の問題しか起きない。やばい、酸欠になりそう。割と俺の中ではヒロインひろこちゃんはさ、声優さんで言うとのとさんのイメージなんだよね。だからすげえ声かすれ、いっぺん死なれる。品質者じゃねえか。いっぺん死んでねる。俺がやるとダメだわ、のとさん。そこに加えて基本最初から好意的で気持ちの変化の面でも盛り上がりに欠けるし、全体的な地味な印象になるのは仕方ないな。つまりヤサオが優しいという、武器を存分に発揮するために必要なのは、そんな彼を振り回す型破りなヒロインということね。だがそんなクソヒロインはごめんだ。そんなテンション高いですね君たち。私の名前はヒロインひろこ。最近近頃恋愛に興味津々な高校2年生の女の子、キャピ。好みのタイプは優しい男の子、キャピピ。先ほどから友達と盛り上がっているのは、私たちが最近ハマっている乙女ゲームアプリの昨日配信されたばかりのキャラクター、シュウヤくんの話題だ。キャピピ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 ピ。ああ、二次元に理想の恋を追い求めるのは無謀な気がしてきたわ。いや、それ言うなら現実に、だろ。最近いろいろあって現実逃避で手を出した乙女ゲームにうっかりハマって熱中しがちだったけど、
何、現実逃避したいことがあったの？これを機にそういう目先の問題に目を向けるべきかしら。おいおい、なんだ急に深刻な話か。実は最近気になってる人がいるの。あ、俺のことか。やっぱモテる男は辛いな。ごめんなさい、普通にやりますね。また唐突だな。ん？テラちゃん？聞いてくれる？お、誰が気になってるんだ？気になっているのは、来ましたね。じゃあセーブしよう。さあ、順番に読んでいきましょうか。小井川さつきくん。一つ上の先輩で完全無欠の生徒会長。あ、生徒会長なんだ。いつも、紳士的で優しいけれど、どこか距離を感じるような気がする。次ですね。結城涼介くん。同い年の世話焼き、幼馴染、天然お人よし、鈍感のヒロイン属性に日々振り回されている。幼馴染と生徒会長か。ねえ、下がオリトくん。あ、兄弟かな。一つ下の血の繋がった、あ、弟なんだ。なるほどね、今回は弟ってことだね。地味で口数は少ないけど、優しく、従順で、でも最近どこか様子がおかしくて。なんだろう、禁断の恋また来たね。どうしようかな。でもやっぱり、先輩にしようかな、今回は。小井川さつきくんね。うん。なんか先輩の特有の優しさみたいなのあるじゃん、後輩に対しての。なんかそういうのが垣間見えるところがなんかキュン、キュンってするんじゃないかなって思うから。僕の心キュンキュンってさせてほしいので、とりあえず、小井川さつきくんでいきたいと思います。3年の小井川さつき先輩。生徒会長か。ひろこは生徒会で一緒なんだよな。あ、生徒会なんだ。ええ、一年の頃からずっと先輩に憧れてて、念願の生徒会にも入れて毎日充実しているわ。顔よし、頭よし、家柄よし、器量よし、性格よしのパーフェクト王子様だもんね。この学校何人王子様いるんだ。いやでも、早乙女乙女子ちゃんとはまた別の学校なのかな。そう、いつも優しくて、紳士的で、とても素敵な人なの。でもどこか微妙に距離を感じる時もあるの。必要以上に他人と接することを避けてるような。なんだろう、女性恐怖症とかではないんだろうけど、モテすぎてさ、女の子に近づくのは、俺に近づくと惚れるぜみたいなこと言ってくるような人じゃない？そんなことないね、そんなことないね。俺の考え好きだよね。いつも生徒会の仕事はほとんど一人でこなしてしまうし、周りへの気配りも完璧で、すべての行動に隙がなさすぎて、もっと親しくなりたいけど、これ以上踏み込めない空気を感じるのよね。それは裏があるな。だと思う。俺も裏がありそう。え？まずあらゆる面で完璧すぎるっていうのがうさんくさい。実際先輩ってモテるし、頻繁に告白されてるみたいだけど、誰とも付き合ったって話聞かないのよな。でも大人の女性が好きかもしれないよ。そうね、密かに片思いの相手がいるとか。どうかな。実は私前に噂で聞いたことあるんだよな。何？噂？先輩っていつも告られると丁寧にお断りしてるのは有名じゃん。大体の子はそれですんなり諦めて去るみたいなんだけどさ。とある女子生徒はその返事に納得いかなくて先輩に詰め寄ったらしいんだ。そうしたら、うわ、裏の顔が出たとか。そうしたら？気持ち悪いからそれ以上近づくな。的なことを言われたらしいけど。マジか。いやでもやっぱり女性恐怖症の可能性否めなくないですか？え？先輩が？まあその振られた女子が腹いせに嘘ついた可能性は高くて、誰も信じることなくてあっという間に消えた噂だけど、もしそれが本当の話だったら。とても信じられないわ。でも過去に振った女子に対してその後あまり関わらないように避けているっていうのもあるらしいぜ。いや俺的にはね、どうだろう、どうなんだろうね、わかんない。それはお互い気まずくなるからそうしてるんじゃ。さあどうかな。まあ何せよ、前期もあと少しで終わりだ。そうなりゃ生徒会は引退だし、関わる機会も減るんだろ。ええ、そうなのよ。卒業したらそれこそ会えなくなってしまうし。それなら夢が最大のチャンスだろう。気になるならひろこらしく正面からぶち当たってこい。ともちゃん、そうよね、
このまま何もしなかったらきっと後悔するわ。私、頑張ってみる。お、頑張れ頑張れ、俺が応援してるぞ。お、始まったね、おとぎ話みたいな。幼い頃から強さを求めて己を鍛えて、え、そんな感じには見えなかったけど。はじめは軟弱な弟や能天気で危なっかしい幼馴染を守るため、次第にそれはあらゆるものを救いたいという正義感に変わっていった。え、待って、誰ですか？面影ないけど誰ですか？本当に本当にこれひろこちゃん？がむしゃらに独学で修練した格闘技で男の子に負けないくらい強くなった小学生。周囲からはゴリラと呼ばれるよ。まあゴリラって呼ばれても仕方ないかもしんないね。え、中学生で、あ、でも面影あるか。しかしある日気づいた。自分は女であるということに遅いわ。まあ中学生ぐらいで自覚するのかもしんないね。どれだけ強い猛獣のようになろうと、女であることに変わりはないのだと。この世には強さと正義と美しさを極めた奇跡の女性が存在する。悪に染まった世界を救うために戦う可憐な魔法少女、正義のヒーローと肩を並べて戦う武闘派ヒロイン。俺いつも思うんだけどさ、もう武闘派でパーンってやったらファーウみたいなヒーローとかいるじゃん、女の子の。そういう人って大体華奢なんだけどさ、筋肉もっとムキムキの女優さんとか使ってもいいと思うんだよね。まあそういう人がまあ少ないのかもしんないけど。そんな風に自分もなりたい。ああ、努力してるね。うん、だって私も女の子なんだから。努力すればきっとそうなれるはず。強く、正しく、美しく、止まることなく最強のヒロインを目指して、そして胸を張って大切な人をこの手で守れるように。守られる女子のがいいんじゃない？そうだと思うんだけど。それが私、ヒロインひろこの夢。さあ行きましょう。今日も私は前に進むのみ。でも努力でそんなに可愛くなれるってすごいと思うけどね。でも鍛えた筋肉って落とすことってできるの？ね、そう思うけどね俺は。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。割とあらすじで終わっちゃったんだけど、まあ時間的にもねちょっと長くなってしまうので次回に持っていきたいと思います。ということでまた次回も見ていただけたら嬉しいです。ヒロインひろこちゃんがどのような恋をできてどのような試練に立ち向かうのか、乞うご期待でございます。